お世話になっております、マサルです。この動画シリーズは私から皆さんに質問をしながら進んでいきます。質問に答えていただきながらご視聴いただくことで学習効果はぐっと高まります。私とお話しするつもりで今回も勉強を楽しんでいってください。それでは一緒に勉強やっていきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。今回の動画は令和7年度春の応用情報技術者試験午後問題を題材にしています。この問題ではセキュリティインシデントが発生します。どんなインシデントが発生したのか該当の箇所を見てみましょう。ある月曜日の午前9時ごろ、販売管理システムが利用できないと報告がありました。そこで担当者が確認したところ、サーバーのデータが暗号化されていることが判明しました。では皆さん、データが勝手に暗号化されてしまう攻撃といえばどんな攻撃が思い浮かびますか？考えてみてください。これは覚えていてほしい、とっても有名な攻撃ですよね。正解はランサムウェアです。ランサムウェアは必ず覚えていただきたい言葉です。どうして覚えておきたいのか。それはランサムウェアが近年で最も脅威があるとされているからです。こちらの資料は情報セキュリティ重大脅威2024という資料です。この資料の中で組織向けの脅威の1位がランサムウェアによる被害となっています。なのでセキュリティを勉強する私たちはしっかりランサムウェアに関して理解をしておく必要があります。きっと試験に問われることも多いと思います。では具体的にランサムウェアとは何か、重大脅威の資料をもとに学んでいきましょう。ちなみに皆さんは現時点でランサムウェアとは何か言葉にすることができますか？少し考えてみてください。ランサムウェアとは何でしょうか？わからない方にヒントです。脅迫、金銭、この2つの言葉を使って言葉にしてみてください。言葉にすることができましたか？では資料の説明を見てみましょう。ランサムウェアとはランサム、身代金とソフトウェアを組み合わせた造語であり、ウイルスの一種であると説明されています。攻撃者は PC やサーバーをランサムウェアに感染させ、さまざまな脅迫により金銭を要求します。ランサムウェアの特徴は脅迫をして金銭を要求するという部分です。この部分は大切なのでしっかり覚えておきましょう。では次にさまざまな脅迫という部分を深掘りしていきたいと思います。攻撃者は大きく4種類の脅迫をしてきます。1つ目は勝手にデータを暗号化し使えない状態にしてデータを復元してほしければ金銭を支払えという脅迫です。ランサムウェアといえばこのイメージが強いですよね。しかし最近ランサムウェアを使った攻撃者はそれ以外の方法で脅迫をして金銭を要求してきます。では攻撃者は他にどんな脅迫をしてくるのか、皆さん考えてみてください。正解は盗んだ重要情報を公開するぞという脅迫、そしてランサムウェアに感染していることを利害関係者に連絡するぞという脅迫、最後は金銭を支払わなければ DDoS 攻撃など別の攻撃を仕掛けるぞという脅迫です。攻撃者はそれぞれの脅迫を組み合わせた二重脅迫または四重脅迫を行い金銭を要求します。ランサムウェアの四重脅迫という言葉とその内容をしっかり覚えるようにしておきましょう。では次にランサムウェアの攻撃手口について勉強していきます。皆さんは攻撃者がどのようにしてランサムウェアに感染させるのか、代表的な攻撃の手口わかりますか？考えてみてください。
おそらく多くの方がイメージする攻撃手法はこのような攻撃手法だと思います。メールの添付ファイルを使って感染させる、もしくは攻撃者が用意したウェブサイトを閲覧させることで感染させる、この手法ですね。これらの攻撃は昔から存在しており、イメージできた方も多いと思います。しかし今の攻撃者はここで紹介した方法以外でランサムウェアに感染させるという事例が多く報告されています。ではこの2つ以外に最近よく報告されている攻撃の手口とはどのようなものでしょうか。皆さん考えてみてください。最近よく発生しているランサムウェアの攻撃手法といえば、脆弱性を悪用してネットワークから感染させたり、公開サーバーに不正アクセスすることで感染させる方法がよく報告されています。つまり人間を狙ってランサムウェアに感染させるのではなく、システムを直接狙ってランサムウェアに感染させます。ここで最近発生したランサムウェアの事例を紹介したいと思います。2022年10月に大阪急性期総合医療センターがランサムウェアに感染してしまいました。この事例では VPN 機器の脆弱性を突かれ、攻撃者が院内ネットワークに侵入して、その後ランサムウェアによってサーバーや端末が暗号化されてしまいました。原因は VPN 機器のセキュリティ更新、つまりセキュリティパッチが適用されていなかったことや、外部からのアクセス制限が不十分だったことが挙げられます。こちらは同病院が公開している情報セキュリティインシデント調査委員会報告書の引用です。ファイアウォール Z が VPN 機器として利用されていますが、この機器にはパストラバーサルの脆弱性がありました。パストラバーサルとはどのような攻撃かについては今回説明を割愛しますが、脆弱性を放置してそのまま利用していたということです。イメージしにくい方は皆さんのパソコンをイメージしてください。たまにシステムアップデートのために再起動してくださいみたいな通知が出ることありますよね。あのシステムアップデートは新機能を使えるようにするだけではなく、脆弱性に対するセキュリティ対策を含む場合もあります。皆さんもアップデートめんどくさいなと思うことありますよね。あれと似たような状況です。この病院もセキュリティパッチを適用することで脆弱性に対するセキュリティ対策を実施することができるのですが、当時責任の所在があやふやで、誰がセキュリティパッチを適用するのか明確に決まっておらず、セキュリティパッチが適用されないまま事件に至ってしまったようです。なので皆さんもちょっと面倒くさいと思うんですけど、システムアップデートはしっかり行うようにしてくださいね。では次にランサムウェアに対する対策について考えていきたいと思います。組織のシステム管理者や従業員としてランサムウェア被害の予防対策としていくつか紹介されています。まずは従業員がランサムウェアの被害に遭わないようにする予防対策を考えてみてください。皆さんがシステム管理者だとして、従業員の皆さんにランサムウェアに感染しないためにどんなことを予防策としてやってほしいですか。その内容を考えてみてください。従業員への対策として考えられるのは、メールの添付ファイルの開封や、メールや SNS についているリンクや URL を安易にクリックしないこと、または ID パスワード認証をした後にスマートフォンの生体認証を使って認証するような多要素認証の設定を有効にしたり、さらに提供元が不明なソフトウェアを実行しないでください。このあたりが従業員への被害予防対策になりますよね。では次に従業員ではなくシステムへのランサムウェア予防対策としてどのようなことをやるべきでしょうか。先ほどお伝えしましたが、最近はシステムが直接狙われることが多いので、システムへの予防対策がとっても大切です。システムへのランサムウェア予防対策について考えてみてください。管理者ができるシステムへのランサムウェア予防対策は、サーバーやネットワークへの適切なセキュリティ対策です。
これは先ほど紹介した病院の事例が該当しますよね。セキュリティパッチが適用されていなかったのが原因の一つなので、セキュリティ対策がしっかり実施できていればランサムウェアによる被害を防げていたかもしれません。そしてアクセス権の最小化です。共有サーバーはどうしてもアクセス権が緩くなりがちですが、アクセス権は共有サーバーを使う人の中で最小化するようにしましょう。そして公開サーバーへの不正アクセス対策も必要です。 VPN サーバーはインターネットに公開されているサーバーになるので、このような公開サーバーは特に不正アクセス対策が必要です。さらに適切なバックアップ運用も大切ですね。ではここも皆さんに聞いてみたいと思います。どうしてランサムウェア被害の予防として適切なバックアップが必要なのでしょうか。皆さん考えてみてください。ランサムウェア対策として適切なバックアップが必要な理由は、もしランサムウェアによってデータが暗号化されて使えなくなってしまったとしても、バックアップをしていればそこからデータを復元することができるからですね。適切なバックアップ運用がランサムウェア被害の予防になることも覚えておきましょう。では今回はランサムウェアの基本を一緒に勉強しました。勉強した内容を復習していきましょう。ランサムウェアによる被害とはどんな被害でしょうか。脅迫と金銭という言葉を使って説明してください。正解は、攻撃者は PC やサーバーをランサムウェアに感染させ、システムを利用できないようにして、さまざまな脅迫により金銭を要求する被害ですね。ちなみに最近は大企業だけではなく中小企業が狙われた事例も多くあるので注意しましょう。次はランサムウェアによる脅迫についてです。暗号化したデータの複合を引き換えに金銭を要求する脅迫の他に、攻撃者はどのような脅迫をしてくるでしょうか。正解は、盗んだ重要情報を公開するぞという脅迫。ランサムウェアに感染していることを利害関係者に連絡するぞという脅迫。そして金銭を払わないと別の攻撃をするぞという脅迫ですね。これらを組み合わせた40脅迫も存在するので、どんな脅迫なのかそれぞれを覚えておきましょう。そしてランサムウェアに感染させる攻撃の手口です。メールから感染させたり、ウェブサイトから感染させる以外にどんな攻撃の手口があったでしょうか。人間を狙ってランサムウェアを感染させるのではなく、〇〇を直接狙ってランサムウェアに感染させる方法が最近よくあるとお話ししましたよね。正解は、脆弱性を悪用してネットワークから感染させる方法、そして公開サーバーに不正アクセスして感染させる方法です。人間を狙ってランサムウェアに感染させるのではなく、システムを直接狙って感染させる手口がよく報告されています。最後に対策について考えていきました。管理者がシステムに対して行う予防対策として、どんな予防対策があったでしょうか。正解は、サーバーやネットワークに対する適切なセキュリティ対策、アクセス権の最小化、公開サーバーへの不正アクセス対策、そして適切なバックアップ運用です。皆さん全問正解できましたか。というわけで今回はランサムウェアについてお話しました。今回の動画は情報量多かったと思いますが、ランサムウェアは覚えておきたいことが本当にたくさんあるので、前編、中編、後編の3本でお伝えする予定です。それくらいランサムウェアに関する理解は試験対策として必須の知識です。しっかり準備して試験で得点できるようにしましょう。最後にお知らせです。マサルの勉強部では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。また9月は秋試験に向けた勉強会ツアーを開催しています。オンラインコミュニティのメンバーさんは無料で招待しています。一般参加はコンパスから受け付けています。ちょっとモチベーション上がらないなという方は一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。